お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はですね、こちらコカツちゃんですね。はい、コカツデッキやっていきたいと思います。なんかこの方がね、まあ一瞬ではあるもののなんかマルチ本当一桁とかね、上位の方でちょっと使われてました。まあそんなわけでやっていくんですが、 LSP がアイスピだったり、なんか一つなんかすごい方がスケルトンの枠がですね、なんとデリバリーですね。だからロケットウッドデリバリーになるわけですよ、っていうようななんか編成の人もいました。で、あとはバルキリーがナイトだったり、まあなんかいろいろね、なんか替えが効くって感じですね。もともとはこのデッキも、LSP はまあ LSP かアイスピで、スケの枠とかはね、基本的にコカツはやっぱゴブリンギャングとかでよく使われてるんですけど、まあそれがなんかねちょっとだけ変わって高回転になってますね、普段より。まあそんな感じのちょっと気持ち高回転になったコカツですね。まあ LSP とかがね、まあ回しやすい、だったり、まああとはなんだろうね、大型ゴレダクネとか組まれた時に、ダクネのね、処理とか、まあそういったところに優秀なのかなと思います。で、回転が早いのでめちゃくちゃゴブリンバレー飛ばせますね。やべ、濃度が腐ってる。まあそんなわけでね、さすがにペッカはね相性いいと思うんで、僕はちょっと勝ちたいんですけど、これ端前でウッドすればよかったっすね、どうせなら。さあ、マジアチャが、僕のまあ唯一負けるパターンというか、マジアチャでバルキリー射抜かれたりとか、だからマジアチャがずっと延命されてしまうと、ちょっとね、苦しくなる場面が出るかもしれないんですが、しっかりねマジアチャをプリンセスとウッドだったり、なんかね、マジックアーチャー、枯渇デッキ使ってる人だったらわかると思うんですけど、きついんですよ。そう、まあロケットなんでね、マジアチャーロケット打ってもニアド取られるし、結構きつい部分もあるんですけど、プリンセスがね、マジアチャーに強いです。その射程、マジアチャーって射程長いじゃないですか。でもマジアチャーよりも、プリンセスの方が射程が長いんですよ。そう、だから、なんていうの、相手のマジアチャをプリンセスで一方的に攻撃しながら、なんかウッドとかでね、対応、していくことができれば、結構ね、なんか有利に戦えるというか、マジアチャは僕よく使うんですけど、使ってる時に相手のプリンがすごい嫌なんですよね。よいしょ。さあ、で、バルキリーなのもね、いいところですよね。で、まあこういうところを処理しやすいのが多分デリバリーなのかなと思うんですけど、まあ、デリじゃなくても、全然守れるよねっていう感じでね。で、めんどかったらロケットとかも撃っていきたいですね。で、このバルキリーね、射抜きたいと思うんだけどな。回ってねえのかな。さあ、射抜きたかった。さあ、ここは早めに処理してあげて、テスラ残ってんな。これ延命したいですね。ザップか？よいしょ。始めプリンとかもなんならね、していきたいが、おぎょ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 。ペッカ工場ね、最近めちゃくちゃいるんですけど。枯渇がね、別に今めっちゃいるわけじゃないですね。なんかすげえ流行ってた時期もあったんですけど、まあ、最近はなんかやっぱマザネクだったり、まあ、なんでだろうね。全然もう見なくなりましたね。まあこれはまああと、適当に端前攻めとけば勝てるんじゃね？ LSP と、あとロケットで。オッケーっていうね、感じでございます。マジアチャの処理がね、大事です。なんか、プリンセス、で、一方的に攻撃する位置というか、なんかタワーとタワーの間ですね。ぐらいの辺にちょっと高めに出しとくと、相手のマジアチャをね、プリンセス2発とウッドぐらいで、一方的に処理できます。さあよろしく。打っていい？で、回転早いからな、もうゴリゴリに攻めていきましょう。あえて、引き分けしたかったのかな？ひよってんの？ね、ひよってるっすよね、これ。さあプリンで、端前プリンね、これだけで2発とか与えられて、もし端前プリンね、相手がウッドとか使ってくれたら、それはそれでね、ゴブリンバレルも通るっていうので、端前プリンはちょっと強いんでね、積極的にやった方がいいです。で、ダックプリミニペは最近この形のね、ゴーレムが結構いるんですよね。スパーキーか、まあゴーレムだと思うんですけど、さあウッドとかもね、ちょっと打ちながらバルキリーに、ね、やっつけてもらいます。いや、これ、どっちも限られるんですよね。もう一回、始めプリンしようかな。いや、回転バカ早いんですよね。本当に。本当に早すぎて。よし。ここ、スケだけとかで抑えれたら大きいですよね。ロケット打たずに、よいしょ。よしよしよし。いや、これね、
いいですね。でもう一回バレルで攻めて、これにまあエレキとか、まあ、なんかで対応してきたら、スパーキー、テスラですね。はい、テスラで軽く美味しくいけると。これもう、勝ち確ぐらいありますよね。スパーキーに対して、LSP 強いじゃないですか。めちゃくちゃ LSP 強くて、よいしょ。こういうところもですね。LSP、結構便利ですよね。なんか ISP って、なんか、むずいじゃないですか。なんか、なんて言うんだろうね。ね、LSP 出しとけば勝手に感電してくれるんで、楽ちんなんですよね。そこもいっぱいゴリラして、相手ザップなんでね。さっきもペッカ工場といい、今回もスパーキーといい、なんか、たまたま神足を引いてるんですけど、で、これ、なんかダックプリとかで対応してくんのかな。はいはいはい、来ましたね。これも無理やり、なんなら回せちゃいますよね、僕は。ゴブリンバレル。よいしょ。さあ、回しつつ、このプリンもね、延命していってあげると、相手からしたらきついよね。で、ロケットあるんですよね。そう。撃ってなかったんですけど、ロケットあるので、よしよしよし。もうこれ無限ですよね。で、これまたプリンで回収して、このエリキもね、プリンで回収して、このプリンセスとかいるときに、ゴブリンバレル投げてあげると、なんかいいんですよね。なんかいいんですよねっていう。すげえなんか、説明になってないんですけど、プリンが残ってると、相手がこう対応してきたユニット全部このプリンで処理できるんですよね。よいしょ。で、もし、ここでゴブジェとか来たら、まあ最悪ね、なんていうんですか、ロケとか撃ってもまあ悪くはないよねっていう。LSP?LSP? ここ LSP いるんでね。よいしょ。はい、ウッドでノックバックして、このミニペも、よいしょ。まあ、いうわけで、結構ね、僕、ギャングとかの枯渇、あんま使わないんですよ。使うときも、よくバレバレだったりだとか、こういうね、なんかちょっと変わった方を使うんですけど、なんかゴブリンギャングって、なんかサンゴス、なんかむずいんですよ、意外と。なんかゴブギャン。活躍するときはすげえ活躍するんですけど、使い方によってはなんかね、すげえ無駄死にしちゃうときとか、まあ、特に対ゴレとか、まあなんかむずいんですけど、やっぱすげえ LSP とかだと、楽に避けるんですね。ポイ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 捨てちゃっても余裕でカード回るので、あとは思ってる以上に防衛が強い、活躍してくれる。だから意外と僕はね、こういう方のね、枯渇とかの方がすごい使いやすいとか好きですね。よし、よろしく。日本の方かな、ブラって名前に書いてますね。ゴブバレ飛ばします。まあ、初っ端トルネ警戒の1位の方が良かったですね。はい、これやばいですね。本当に、しょっぱなからトルネでね、緊急動されて、負けると思ってるやついるんじゃないですか。いやー、やばいよ。やばいよ。負けないよ。タルババア、エレジャイか?エレジャイ、エレジャイっぽいっすよね。今のところ、スケラとかの可能性もまあ、ないことはないですけど、最近もうスケラか、ね、エレジャイかって言われた時に、やっぱ、もう、8割型エリジャイですね。トルネードタルババとか、アイスイズタルババ見えた時に。今までだったらほぼスケラだったんですけども、今ほぼ確定ぐらいでエリジャイですね。さあ、エリジャイです。テスラでも強いんですよね。エリジャイ効き施設に弱いので、もうテスラ何周も何周も置いてあげれば、結局は相手のエリジャイを通せないっていうか、相手が通らない。よし。まあ、そんなわけで、回転意識しつつね、攻めていきます。タルババ、ハシマイプリンとかもしたいっすよね、正直。まあこれはケツプリでもいいんじゃない。ゴブリンの檻から出てくる、まあゴリラくん回収しつつで、バリキリとかでね、今この辺に出しちゃうとよくライトニングとか打たれるんですよ。だからちょっとだけね、待ちます。そうなんですね、ライト削りとかがねよくされちゃうので、それだけ気をつけてね。でもゴブリンバレルは回ってくるたびに積極的に飛ばしていけばいいと思います。でもこういうところでダメージをね稼いでいきます。でスケはこのタワー横ら辺から出すと2回受けれるんですよね、ビビドラを。これなんかゴブリンギャングとかでも使えます。ゴブリンとかでもね、ゴブリンとかだったら4回受けれるかな、ビビドラとかね。2発で死んじゃうのでね、先頭2体が2発、後ろ1体がまた2発でやられるみたいな感じで、なんかスケとかそういうユニットだけでもね、結構変わります。出し方でね、一発二発受けれるかどうかってすごいでかいですからね。
こうテスラ置いてあげて、多分このテスラは相手のベビードラか、まあライトニングとかで倒されると思うんですけど、2周目を回したいですね僕は。さあもう防衛です、もうガチ防衛です。テスラが働いてくれると、でここでテスラが壊されなかったら壊されなかったで守れるんですよね多分。よいしょ。で、あとはやばいやばい、テスラ起きなかったかな。いてててててていてて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 、ゴブリンバレル飛ばして、タルガバールですからね、飛ばしてロケ打ちてえなぶっちゃけ。でテスラライトニング当たんないような位置に置きたいんですけど、当たるかもしれないですよね。さあプリンプリンプリン、おテスラが、テスラが出てねえから、これ強いやな。テスラその下方しておいていいと思うんですけど、まあ、一回出たら、みかんさんが前に言ってたんですけど、一回出たらもう引っ込まないとかでいいと思うんですよね。最初は引っ込んでるけどみたいな。さあプリン一生出してあげて、あえてプリンちゃんちょっときついですからね。でゴブリンバレル回ったらすぐ飛ばしてあげて、ってしてると相手もね攻めたいのになかなか攻められませんから、まあ、ウッド削りですよね、この細かいウッド削り。でテスラ置いてあげて、テスラもう一個遠くでもいいのかななんて思いながら、さあ防衛しながらもう攻めてあげます。でウッドとかも使って、なんならテスラがねこれで出なかったら、あっ今日今日今日今ゴブリンバレル飛ばしたことによって相手がね、よいしょ、防衛にねコースを使ってちょっとテスラが生きてますね。オッケーオッケーオッケー、もうスキエレスピがねめちゃくちゃ優秀。ナイス。でゴブリンバレル回る、積極的に飛ばすを繰り返してると意外と戦えるもんですね。さあ残りラストはロケット圏内と、まあ、いう感じで、まあテスラ2周目もっと置いてもよかったのかなっていうのはありましたね。なんかエリジャイがというより、エリジャイの後ろのね、ダックプリとかの受けが、あれってちょっときつくねっていう場面が、まああったんですけど、まあ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 、よろしく。そんだけでガンガン攻めます。プリンとゴブリンバレル。もう回ってきたら、端前プリンだったり、まあゴブバレ飛ばすぐらいの勢いでいいですね。うっと。で、その、なんかゴブリンバレル飛ばすタイミング的なのは、そのプリンセスが自分の陣地にいた時というか、なんかゴブリンバレル飛ばしてプリンセスを出すというよりか、なんかプリンセス出してゴブリンバレル飛ばすとかの方が多分なんかいいんですよね。なんか上手い人たちはこう相手陣地にプリンセスがいるときにゴブリンバレル飛ばしてくるんですよ。だからなんか厄介なんですよね。でなぜかっていうと、そのプリンが出てるから、なんかゴブリンバレルに対してなんか防衛するじゃないですか、ユニット。でも相手陣地にプリンがいるからもうそれで回収されるっていう、だからなんかあんま相手のゴブリンバレル防衛しにくいしみたいな、なんかそんな感じになっちゃうんですよね。なんか言葉で説明するのむずいんですけど、カードを割く順番的なのもやっぱ大事になってくるんですかね。まあライト来るかな、来ないかな。さあ来た、エレジャイね強いですからね、もうバルキリーで頑張って溶かしてもらうしかないっていう。さあこれで一発受けていく、またエレジャイですね。まあエレジャイはバカ多い。バカ多いっすね。バケモンぐらいいる。さあ、で、まだトルネでキング起動されてないので、僕はちょっとキング起動されないようにね、していきます。これキング起動できないですね。まあでも、ダックプリとかでワンパンされる可能性があるんですけど、まあキング起動されるぐらいなら、ね、そう、防衛された方がいいです。マジ、キング起動、世界変わるんでね、できるだけされない方がいいです。で、マッチョが流れてくるね。あれはバルキリー。まあ、スケとかでもいいですし。今日なんか、咳が止まんないっすね、ちょっと。で、テスラ、これ、さっきまで置いてた位置よりもちょっと左目に置いたんですけど、多分、ウッドを使えば、多分、全然守れると思うんですよ。使わなくてもテスラ呼んのかな。呼んなかったらもうウッドで無理やり寄せるんですけど、こんな感じでね、横に寄せてあげるとそれだけでね、今、トリネ使ったから攻めれるでしょ。よいしょ。で、どうせならあのプリン延命してあげたかったんですけど、ごめんね、プリン。ごめんね。まあ、いっか。プリンセス行こう。よしよしよし。いや、いいですね。テスラにめっちゃ反応してくれるんですよね、エレジャイ。ちょっと早めにね、出してあげて。
で、このプリンはどうせエリジャイでね行かれるので、まあ、そんな気にしなくてもいいと。まあでもちょっとくらい延命するぐらいは。よしよしよし。相手はこのプリンにロケか、まあトルネかライトニング打ちたいと思うんですけど、テスラもあるんでね。よし、トルネですね。まあいいトルネですね。まあですがテスラが強いのと、まあ他のユニットも強いですよね。よいしょ、2発受けれそうです。ナイス。でもウッドで削っていきますね。でテスラはできるだけ遠目と、この遠目テスラがやっぱ強いっすよね。おお、エリジェ、オッケーオッケー。あ、でもいい、これはいいライト。さすがにそれはいいライトニングすぎる。テスラにだけ打ってきましたね。エリジェイタワー届いたらね、こんだけ受けます。もうタワーに届いただけでバカダメージ来るので気をつけたいですね。まあ、なんか本当にもう超高めとかでもいいぐらい。さあ気をつけたいよ。1100ね、ロケットギズリーぶっちゃけ怖いですからね。僕はテスラもすごい高めとかに置いちゃってね。ゴブリンバレルは積極的に飛ばします。困ったら防衛ライトでもいい気がするけど、うん、まあ、あとウッドで削るのも大事になってきますね。よいしょ、うん、これテスラ行くよな。テスラに行かねえな。テスラ行かないので、もう無理やりね、無理やり歩いてもらって。よしよしよし、やべやべ、これロケいらんな、絶対いらんなこれ。待って、しかも当たってねえ、やべ。あ、ロケット、あ、ロケット、あ、ロケット、やべやべ、ちょっと待って、やべやべ、ロケが下手すぎる。いや全然ダメージ通んねえな。いや、入ってる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 、熱い熱い熱い。待って、これロケ圏内いけない、ロケ圏内いけない、ロケ圏内もうちょっとだな、10秒あるな。このロケ打たないと負けるからな。お願い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 、耐えて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 、これライトニング打たれたら終わるな。待って、打っとうわ、勝った、え、勝ったよな。危ない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 、危ねえこれもう負けたと思ってましたね。うん、負けたでしょ、なんならっていうぐらいエレジャイマジタワー届いたらねバカ削られますね。やばいですね、正直もう諦めてましたね今の僕ラッキーラッキーですね。もうダメージがたまたまウッドがね結構火力があったっすね。よしよしよし、まあなんかエレジャイ多いね、意外と大変でしたね守れるんですけどね、そこそこ守れるんですけど、そこそこ守れないっていうか、ミリがタワーに届くだけでめっちゃ削られちゃうんでね。もう本当に。なんかテスラとか施設が近いと、タワープラスとかいろいろね、ライトニングね、うまいにやられちゃうので、できるだけやっぱ離した方がいいですね。タワーとテスラにライトニング打たれる、それかテスラだけにライトニング打たれるだったら、やっぱテスラだけにライトニング打たれた方が、タワーダメージ受けないので、絶対そっちの方がいいんでね。さあまあそんな中で、今回は、ランバーボーラーバルーンですね。あとベビドラインドラか、まあインドラライドラか、ベビかライドラがいてのフリーズとかだと思いますね。さあトルネ使ったのは僕としてはありがたいですね。よいしょ、うい、積極派ですね。カシマイライドラ、まあスキルトン読みとかなのかな。あのライドラキンキドさせてほしいんですけどね、ちょっとバルキリーちゃんが強すぎてキンキドはまだできないですね。さあまあそんだけで、まあ、テスラとロケあるんでね、僕はそこまでめっちゃ嫌ってわけではないんですけど、あのドラドラ系が嫌ですよね。ドラドラ系でなんかうまい感じで攻められるのがちょっと怖い。テスラ置いてもいい気がするんだけどな。さあまあさすがにこれロケですよね。で上手い人はこのインドラプラスフリーズとかを狙ってるんですよね。そういうのもちょっと気をつけながら、でこれは正直やってる気がするな。でこれ動作行ったらタルババで綺麗に対応されちゃうんで、逆行くとどっちかにタルババなんですよ。そう、これがね今のいい攻めですね。今の左にゴブリンバレルだと、ただただゴブリンバレルをね守りつつバルキリー向けられちゃうんでね。さあウッドとかで回しながら、テスラ置いていいかな、ぶっちゃけテスラ置いて逆サイランバル来たらロケエレスピで耐えます。延命したい。あー、いいいいが、まあまあ
テスラ延命マジで大事ですね。テスラ爆発せんでね、本当に。さあ、トルネ使った。定位置良かったかもしれないな。これフリーズ来そうっすね。いや、さすがにできねえか。テスラ、これタワーが起きて。いや、プリンが起きる。いや、ナイス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 。いや、ナイスナイスナイス。危ない危ない危ない。フリーズあるとちょっと怖いですよね。で、ちょっとここはね、この辺ちょっとおしゃれに攻めてあげて。うん、よしよしよし。いや、ロケのコスト欲しいっすよね。あんまコスト使いすぎてちょっと怖いっすからね、僕も。さあ、で、バルキリーでしっかりね、インドラフリーズはマジで警戒した方がいいです。うん、テスラ置いときてえな。テスラマジで置いときてえな。逆サイランバル来たらロケで落とします。さあ、いや、いい、このユニットの攻めでね、テスラを突破してくるんですよね。まあ、でもこのプリンセスいれば全部耐えれますよね、ぶっちゃけ。で、ロケ打って LSP もいれば、多分プリンがね、最悪攻撃してくれるんですよね。よし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 、いい流れですね。もうイモリワス、僕はもう攻める必要がないですね。これもやっぱ LSP だからこそ、ちょっと回転が早いっていうのも助かりますよね。インドラとかの受けにも優秀ですしね。さあ、これちょっと近畿道させてもらいます。マジ近畿道めっちゃでかいです、これだけでも。おお、相手インドラフリーズ狙ってる。まあ、でもインドラフリーズ決めたところで今 LSP あったんでね、正直そんな怖くないっていう。で、僕の負け筋はこうやってボーラーにロケットを打つことなんですよ。こういうことしてると相手のね、バルーンが次止まんなくなってみたいなことがすごいあるんでね、やめた方がいいです本当にこれだけですね、僕の負け筋。まだやっぱ回転早いんでね、3倍タイム入ってればまあさすがに大丈夫かな。もう相手もこれで急いでもう一周回してくるんですけど、まあまあまあ、あれ、お、もっとやばい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 一応プリン出しとくか。一応プリン出してね。おい、あぶね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 ヒヤヒヤするな。見てる側こんなんもうね、余裕ないっすよね。ちょっと心配になりますよね。やってる側もだってヒヤヒヤしてるんですもん。よしよし。うーん、で、ロッケ最後打ってあげてタイブレイクでね、勝ちというわけで、ピューン、プシャン、オッケーっていうね。まあ、ディガーとかがね、相手があると、まあ、それはそれでね、僕ディガー浮きがちょっと大変だったりがあるので、まあ、変わってくるかもしれないんですけど、まあ、ランバープラスバルーンとかだったらね、なんかランバルをね、あのロケットで空振ったりしなければ結構ね、守れるのかなと思います。だけで、このちょっと高回転めな枯渇もね、皆さん使ってみてください。だけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。